今日は、自作ロケットストーブの、構造についてご説明したいと思います。現物ですが、ここが燃焼室で、ここで、燃えております、炎がバントンネルを通って、中の煙突部分に立ち上がって、上に当たった熱風が下に降りて外外部の煙突に排気される仕組みで、あります。いわゆるあのペレット管のロケットストーブと構造は、全く同じで、ペレット管の場合はこうですよね。これで、うちの場合はこの、中の煙突部を立ち上げて、この上部をこういうふうに囲っているわけで、ございますが、下部は、この辺りで仕切って、パーライトを詰めております。で、排気がここから、排気となって、おります。で、ここが空気の流入で、下部でも空気が入り、ここで燃焼、一番温度が高いのがこの辺りですね。ここで燃焼して、煙がこういうふうに上に当たって下に降りて外に排気されるようになっております。空気の取り入れ口は1次側と2次側が下部に、この曲がり部分に空気が行くように下からこの辺りで二次燃焼を起こすようにしております。ということで、簡単ではありますが、ロケットストーブの構造説明、ちょっとまずいですかね、でした。